こんにちは、トトです。今日は友達とカフェでコーヒーを飲んでいたんですが、こちらの白鳥は心なしか大きい気がしますよね。友人と白鳥の話をしていたのですが、ニュージーランドの白鳥は黒いようです。英語でブラックスワンですが、私は映画しか知りませんでした。ドイツの有名なノイシュバンシュタイン城も新しい白鳥の石の城ということで、白鳥にまつわるお話をしてました。さて、古代エジプトにそろそろ戻らないと。